2016年のニュース回顧とですね、2017年の展望ということで、まあ、お話をしていきたいと思いますが、2017年の展望を描くにはですね、不確定要素が、まあ、多すぎるんですが、まあ、現時点でですね、できる限りのことをお話ししていければなというふうに思っております。でまず2016年重大ニュース、簡単にではありますけれども、まとめておきました。まあ、この授業でもですね、お話しした内容が、まあ、たくさん書いておきましたけれども、まず1月というと、まあ、長野県でスキーバスの転落事故があったという、状況がありまして、まあ、この事故でですね、改めてスキーバスのですね、労務管理の在り方ですとか、まあ、非常に運転手さんのですね、過酷な労働条件の問題、まあどうしても安かろう悪かろうというところになってきて、まあ、どこを削るのか、コストどこを削るのかというと、直接的にですね、収益につながらないような、消費者の側からすると見えにくいところがどうしても削られていってしまうということで、運転手さんがですね、非常に過酷な勤務状況であるということが明るみに出たニュースでもありました。まあ、運転手さんも過酷なですね、労働状況であるわけですけれども、やはり車体のメンテナンスなんていうのも非常にコストカットに使われている部分が多くありまして、まあ、老朽化したようなですね、バスがまだ現役で走っているというような状況も、あります。例えばですね、北海道なんかでは特にバスの、この観光バスのですね、発火事故というのが非常に増えているんですけれども、まあ、それもですね、やはり本来であれば引退すべき老朽化したですね、車体をまだ用いているので、まあ、ブレーキ等がですね、摩耗してしまって、発火に至るなんていうことが報道でも徐々に出てきていました。まあ、それから、日銀がマイナス金利を導入決定、これもまだ今年のニュースなんですね。私昨年ぐらいかと思ってましたが、まだ、今年の1月のニュースであります。それから台湾の総統選でもですね、初の、女性総統が誕生するなんていうことがありました。まあ、それから2月に入りますと、これは今年を象徴するようなですね、大きな芸能のニュースを入れておきましたけれども、やはり依存症、各種のですね、依存症が非常に深刻化をしているというようなことを、まあ、象徴するようなニュースということで、元プロ野球選手の清原容疑者逮捕というのを入れておきました。まあ、この他にもですね、今年芸能人の、薬物疑惑、薬物による逮捕とかですね、あるいはですね、ギャンブル依存症のニュースになっていまして、実は依存症っていうのがですね、私たちにとっても非常に身近な問題であるというようなことを、象徴しているようなことでもありました。まあ、それから、川崎市の老人施設でですね、連続転落し、最初事故かと言われていたんですが、実は元職員が、起こしていた事件であったということが発覚したのが2月ですね。この事故もですね、事故じゃないですね、事件も取り上げてきましたけれども、やはり介護を中心にですね、やっぱり労働条件が非常に悪化をしているというようなことをの象徴的な問題として取り上げました。まあ、よく言われているのがですね、介護職員というと、まあ、男性でも寿退職をしなければ、すなわちですね、非常に労働条件が悪くて低賃金でありますので、結婚してもですね、共働きであっても家族を養えないなんていう状況があります。まあ、それから同業者同士で結婚した場合であれば、まあ、夜勤の時に子供は誰が面倒を見るのかなんていう問題もありますし、また非常に過酷なですね、労働条件でストレスも非常に多いお仕事ではありますので、腰を痛めてしまうとか、ちょっと鬱っぽくなってしまうというようなことで、途中で退職をするという人が非常に多いという状況ですね。やはりこれもですね、さまざまな働き方というとですね、考えていかなければいけない問題かなと思います。そしてまた2月といえば、原発事故で東電の旧経営陣が強制起訴されたという出来事とか、あとは海外ニュースではミャンマー新政権が発足したなんていうニュースもありました。そして3月、まだ3月ですが、高浜原発3・4号機停止命令の、仮処分決定が出たり、
り、まあ、北海道新幹線は開業するということですけれども、やはりこの1年あの地方というものがですね、どんどん疲弊をしていっている。それに対して、まあ、様々な天災がですね追い打ちをかけていく。復興というものがですね全然描けないような状況が長らく続いているということがありまして、まあ、北海道新幹線開業というのは非常に華やかなニュースではあるんですけれども、反面 JR 北海道はですね非常に経営が厳しくてですね、まあ、路線を廃止するなんていうことも出てきているというですね、問題があります。そして3月といえば民進党が発足をいたしました。それから経済ニュースで言えば経営再建中のシャープを台湾の鴻海が買収をしたというニュースもありました。で4月に入りますと電力の小売全面自由化がスタートというニュースがありましたが、結局これ非常に難しくて、どこを選べば一番お得になるのかですね、携帯会社どこと組み合わせるかとかですね、ガス会社どこと組み合わせるかということで様々なパターンがありまして、我が家もまだどれが一番安くなるのかが分からなくてですね、切り替えられないというような状況であります。そして熊本地震がありました。で、熊本地震、まだ被災地ではですね、復興していないところもあるのというさなかにですね、熊本市役所が漏電でですね、この震災対応している部署が漏電で使えなくなるなんていうニュースが昨日ありました。そして、消費者にとって大きな問題といえば、三菱自動車が燃費データ偽装を起こしていたということが判明。それからハンセン病隔離法で最高裁が謝罪をしたとか、医療所に関連して野球賭博に関与した元巨人の投手らが逮捕されたというのも、スポーツニュースではありますが載せておきました。それから国際的な、ニュースであればパナマ文書が公開をされたというようなのも、これまだ4月の出来事なんですね。それから、5月に入りますと、今度は自動車業界ではですね、また再編の動きがありまして、三菱自動車が日産の傘下に入ったということを発表しました。そして、伊勢志摩サミットが開催をされたと。なんかこれもう1年以上前のニュースのような気がしてしまいますが、まだ今年の5月であります。それから、オバマ大統領が、広島を訪問したというのも、これ5月であります。でそのお返しというわけではないんですが、まあ、安倍総理がですね、真珠湾を訪問するということが、先ほど決まったわけですね。そして6月になりますと、消費税率引き上げが2年半延期をされるということが決定しました。それから113番新元素はニホニウムという名前が、決定したという、まあ、科学界ノーベル賞、後でお話するノーベル賞と合わせてですね、非常に明るいニュースが多い反面ではありますけれども、実はノーベル賞にしてもですね、このニホニウム発見にしてもですね、そもそもの研究というのはもうかなり以前にから始まっているものでありまして、まあ、現在どんどん研究予算とかですね、若手研究者の支援などが減っているということでありますので、まあ、特に理系分野でもですね、研究者を目指して博士課程に進む学生が非常に減っていまして、今後ですね、日本が科学大国としてですね、存続できるかどうかというと相当厳しい状況にあるというのはですね、何回もですね指摘をしておかなければならないと思いますね。それから6月といえば18歳選挙権が施行されました。そしてすった問題の末、舛添東京都知事が辞職をしたというのがまだまだ6月の時期ですね。それから、国際ニュースであれば、イギリスの国民投票で AU 離脱が過半数を占めたということで、まあ、この講義でもですね、ポピュリズムの問題でありますとか、まあ、移民問題でありますとか、というようなことをですね、お話をしてきたわけですね。そしてまたフィリピンでは、ドゥテルテ大統領が就任したというのが6月。まあ、これでようやくですね、今年半分終わったという感じですね。で7月になりますと、今度はこれもですね、ちょっと記憶から消えかかっている方もいるかいらっしゃるかと思いますが、バングラデシュでテロがありまして、日本人7名の方が亡くなっている。そして参議院選挙がありまして、まあ、与党が大勝し、いわゆる改憲派が3分の2を超える議席を得たというようなことがあります。これからですね、このことからですね、憲法改正というのがですね、まあ、来年以降ですね、テーマに上がってくるかと思いますが、まあ、その内容に関してはですね、この講義でもお話しましたけれども、様
まざまですね、予想ができるのかなというふうには思います。それから、ですね、社会ニュースで今ポケモン GO が配信、日本での配信が開始になったということがありました。そしてこの授業でも、何回も取り上げました相模原市の障害者施設で、19人が、殺傷されるというですね、殺害されるというような非常に悲惨な事件もありまして、このような出来事の背景に、先ほどお話ししたですね、介護職の、低賃金問題でありますとか、あとはですね、やはり資本主義の内容が、変化をしてきた。それによってですね、やっぱりデモクラシーの基礎となるような、一人一人の平等というものがどんどん切り崩されていってしまっている。でそれに対応できない政治、既存の政治に対して、有権者が不信感を募らせているというのが、世界各地で、日本もですね含む世界各地で起こっている現象であります。でその流れの中で、東京都知事に小池百合子さんが選ばれまして、で築地市場の豊洲移転を延期するとか、オリンピックの関連施設の計画を見直すなんていうことを、公約として掲げているということであります。これもですね、ちょっ と, オリンピック関連の計画見直しも、今うまくいかなくなってきているということ で, 築地市場の豊洲移転延期の方もですね、さまざまですね、反対勢力が巻き返しを図っている状況でありまして、これに関連して都議会の方ではですね、公明党が小池さんによるとタッグを組んでですね、自民党とちょっと距離を置いているという動きが出てきていまして、これが来年の都議選に関してどういう動きになっているのか、あるいはですね、小池さんの政治塾でもですね、都議選の立候補者を募集するなんていうことになっていますから、その動きがどうなっていくかということも来年ですね、非常に注目ポイントであると思います。そして8月になりますと、第3次安倍再改造内閣が発足します。そしてこの講義でも取り上げました、大きな問題として取り上げましたのが、天皇陛下がですね、退位のご意向を示唆したというね、ことがありまして、これもですね、一大閣議の特別立法で処理をするというようなことに、政権の方では動きとなっているわけですけれども、やはり宮内庁の方からはですね、陛下のご意向としては特別立法ではなくて恒久法で、やってほしいというようなことが出てきておりまして、で、天皇陛下はですね、お風邪を理由に、安倍総理と毎年恒例の、ランチ会、昼食会をキャンセルするというようなことニュースこと今日入ってきまして、これも無言の行為なのかなという感じは大変するわけです。それから、8月災害といいますと、今度はですね、台風10号が岩手北海道を直撃しまして、死者を22人死者を出してしまったということでありまして、これもですね、東北とか北海道でこんなに台風被害があるというのは異例のことでありまして、やはり温暖化の問題とか、温暖化に伴ってですね、台風が非常に勢力を増していくとか雨量が増えるとか、そういう問題をですね、突きつけているということですね。それから、安倍総理主導で働き方改革というのが始まったというのも、これ8月の話でありまして、これも私たちの生活に直結する問題でありますので、今後注視していく必要があるのだということであります、そして9月に入りますと、9月は国会もですね、ちょっとお休みということで、そんなに大きなニュースがあまりなかったんですが、民進党の新代表に蓮舫さんが選ばれたということで、早速ですね、二重国籍疑惑というのがたくさん噴出してきまして、民進党もなかなかですね、うまくいかないというような状況になっています。私別に民進党支持者ではありませんが、日本のデモクラシーのためにはですね、強い与党と強い野党がですね、拮抗していないとですね、多様な民意を汲み取れなくなってきますので、民進党には頑張ってもらう困るというのが立場であります、で10月に入りますと、今度はノーベル生理学医学賞に、大角さんが選ばれたという、
おめでたいニュースがありましたが、まあ、先ほど申し上げた通りですね、日本の科学界でちょっと非常に深刻な問題がありまして、で、あの大角さんのこのノーベル賞のですね、賞金をもとに企業からもあの寄付を募りまして、若手研究者支援のですね基金を作りたいなという意向を明らかにされているわけなんですね。まあ、それ自体は大変素晴らしいことではあるんですけれども、実はあの小芝さんがですね受賞したノーベル賞の賞金をもとに、やはり似たような基金をですね、作ったんですが、それがあの来年の3月で解散するというようなニュースも10月にありました。で、これはどういうことかと言いますと、やはり低金利時代なので基金を運用していくということがなかなか難しくてですね、あのどうしても持ち出しになってしまうので、ちょっと非常にあの金銭的にも厳しいし、まあ、人事という面でも非常に厳しいのでですね、あの小芝さんの方はですね、基金解散するということが同じ10月にニュースになっていました。あのやはりこの科学技術振興とかですね研究支援というのはもちろん民間が行う必要もあるべきものでありまして、まあ、そのためのですね税制面で の整備なんかも重要ではあるんですが、やはり国が行うべき仕事ではありますから、あのこれは本当に国がですね本腰を入れて研究支援、若手研究者支援ということを考えていかないと、まあ、まさにあの日本は資源がない国ですから、あの先行きどうなっていくかというとですね、これやっぱり国際競争力も下がっていきますし、結局研究が滞るということはですね、あの民間企業にとっても大変まずいことでありまして、商品のですね、あの国際競争力が落ちてしまうことになりますから、やっぱり考えていただかないといけないということですね。まあ、ですから企業 の研究の問題といいますと、実はあの竹中平蔵さんの頃にですね、研究開発費 の費用負担処理というものをめぐって、研究費をですね企業が投じることがしにくくなるような税制に変えてしまったということがありました。でこれはですね実は来年度 の税制改正で、見直されてですね、もう少し研究にですね企業が費用を投じられるように改正しようという動きが出てきていますので、まあ、これもですね、早くやっていかなければいけないことなんだろうということであります。はい、それから、また10月といえば鳥取県で震度6弱の地震がありました。まあ、これはですね、あの幸いにあの津波が発生するなんてこともなかったんですけれども、やはりもうあの日本列島地震の活動期に入っているわけでありまして、で戦後の日本というのはたまたま地震がですね少ない時期であったわけですから、まあ、その時期にたくさん建ててしまった原発をどうするのかとか、まあ、そういうことをですね私たちもう少し長期的なビジョンを持って、考えていかなければいけないなというふうに思います。それから、津波といえばですね、大川小学校で、これはあの東日本大震災の時ですけれども、津波の犠牲になった、児童に対して、14億円の賠償命令が出されたというようなことがありました。それから、少子高齢化と言いながら国勢調査で初めて、人口減が、確認されたというのも、今年の出来事です。そして世田谷関連のニュースといえば、ろ過公衆園がですね、保育園の予定地で基準を超える鉛およびですね、鉛化合物が検出をされたという、これも非常に大きな問題となって、現在進行形のですね、問題としてニュースになっています。それから11月に入りますと、今度はですね、政務活動費の不正受給で富山市議が13人辞職をして、まあ、選挙が行われたということ、それからですね、電通に強制捜査が入りました。でこれはどういうものかというと、新入社員がですね、過労とパワハラで自殺をしてしまったということに関連して、それが労働基準法違反なんだということがですね、言われていまして、強制捜査が入ったという出来事がありました。まあ、これ国会でもですね安倍総理非常に憤りを示していまして、過重労働長時間労働を防ぐようなですね働き方改革をきちんとしちゃっていきたいということを党首討論で発言されていました。でこれ電通 のこの事件といいますとですね、各メディアも大きく取り上げて電通を批判していたわけですけれども、実はそれを批判していた朝日新聞社もですね労働基準法違反でですね
捜査が入っているということがありまして、これは電通だけの問題ではないんだなというのは、非常に、痛感するところです。それから、博多駅前の市道が大規模干ばつを起こした、干ばつを起こしたという、事故もありました。まあ、これも世田谷とは関係がなさそうに見えますが、実は世田谷区今外環道ですね、大倉5丁目6丁目のあたりで工事をしていますが、これはですねやはり一部工法がこの博多駅のですね、地下鉄と、共通をしておりまして、でなおかつ大倉5丁目あたりというとですね土砂災害警戒地域に指定をされていますので、やはりこの事故を受けてですね、周辺の住民の方がですね反対の意向を強めているというようなことがありますので、これも世田谷と英文園ではないという話ですね。そして、福島沖で地震、これが東日本大震災の余震と言われていますが、がありまして、東日本沿岸に津波が到達をしたというような映像もありました。まだですね、原発事故のですね、処理も収束していないんですが、まだまだ地震のリスク、津波のリスクというのがあるということを、改めてですね、実感したわけですね。そして、日本にも大きな影響を与えたのが、この講義でも取り扱いましたアメリカ大統領選挙が行われまして、トランプさんが勝利をしたというような出来事も、これまだ11月の出来事なんですね。そして12月に入りますと、カジノ法、IR 推進法が成立をしていく。先ほどからお話をしているように、今年もですね、ギャンブル依存症をはじめとするような依存症の問題、たくさん報道されていまして、バドミントンの選手がですね、カジノに入り浸りなんていうニュースも今年ありましたけれども、そういうニュースがある中で、このカジノ法、IR 法というのをですね、急いで、成立させる必要が果たしてあったのかというと、これはかなり疑わしいというものがあります。それから、この講義でも、前回を取り上げました年金制度改革関連法が成立をする。それからですね、国際ニュースでいけば、日露首脳会談が、行われました。そして、お隣韓国では、朴槿惠大統領の弾劾が可決をされたということで、やはりこれもですね、来年に向けて大きな動きになっていくのだろうというふうに。で今日はですね、特にトピックスとしては最新のニュースとしてはやはり日露首脳会談のニュースというのを、取り上げてですね、これは多分来年以降も大きな動きになっていくと思いますので、展望をですね描いてみたいなというふうに思います。レジュメ3ページをご覧ください。はい、いろいろですね、第一国をプーチンさんが、あれはわざとなのか何なのかちょっと諸説ありますけれども、してきてですね、なんかせっかく温泉で、会談というふうにしたのに、なんか温泉には入らないとかですね国歌の演奏はやめてくれとかですね、東京での翌日の、昼食会もキャンセルとかですね、結構やりたい放題をして、帰っていったという出来事がありまして、うちは子供がですね、プーチンさんが遅刻をするんだから僕たちが遅刻してもいいよねとかふざけたことを言っておりまして、あなたはプーチンほど偉いのかと怒っておきました。はい、で、結局何が決まったのかというと、10月あたりの日本のメディアの報道でいくと、なんかすぐにもですね、北方4島のうち2島が帰ってくるんじゃないかみたいな、でそのそれを手土産にですね、安倍総理が解散総選挙に打って出るんじゃないかみたいな、何を根拠にしているのかよくわからない楽観論がですね、流れていまして、煽りに煽って国民の期待値だけを高めたというような気がするんですけれども、現実は当然非常にシビアでありまして、当然で北方領土が戻ってくるなんて話は全く出てこなかったわけであります。で、じゃあ何が合意されたのかというと、一応経済活動の交渉については、続けていきましょうということで合意ができたというような、共同声明が出されたというわけですね。まず上の方にですね、引用しておきました毎日新聞の記事です。安倍晋三首相とロシアのプーチン大統領は16日首相官邸で15日に続いて会談した。
会談後、両首脳は揃って記者会見し、北方領土での共同経済活動に関する交渉を進めることで合意したと発表。これに関するプレス向け声明を発表した。声明は、共同経済活動の調整や実施が平和条約問題に関する日露の立場を害するものではないと明記。両首脳は共同経済活動に関する協議を開始することが平和条約締結に向けた重要な一歩になりうるとの相互理解に達したと表明し、漁業、海面養殖、観光、医療、環境などの分野を挙げて両政府の関係省庁に協議を開始するよう指示した。両首脳はまた、元島民がビザなしで北方領土に渡航できる自由往来の拡充に関するプレス向け声明も発表。人道上の理由に立脚し、一時的な通過点の設置と現行手続きのさらなる簡素化を含む案を迅速に検討するよう指示したと説明をした。ということでですね、まあ、日本側はこれまたですね、なんかこれが非常にうまくいけば、その先に希望がみたいなんですね、トーンで報道されていまして、世論調査でもですね、この合意については望ましいものであると、答えるですね、声がですね、なんか6割ぐらいあったようなんですけれども、やっぱりよくよく見てみるとですね、こんなに話としては、バラ色のものでは当然ないわけでして、まあ、ロシアの外交力なめるなみたいな感じではあるわけなんですけれども、当然ですね、懸念材料というのは出てきています。次の、下のですね、引用した時事通信の記事をご覧ください。来日したロシア極東発展省所管の極東地域投資促進輸出支援局の、シャラハエフ局長は、日露両首脳は協議開始で合意した北方領土の共同経済活動を早期に実現したいと期待を語った。ただ特別な制度を作る上でクリアすべき法的問題がある中で、進出する日本企業は税金を払うべきだと強調、ロシアへの納税を主張した。東京都内で16日時事通信社のインタビューに答えた。まあ、これなんか今日になりましてですね、日本政府側からですね、なんか特区で、対応したいみたいなですね、報道が出てきているんですけれども、これ特区を作るとなると、日本側のですね、法制度を使うのかというような前提になってきますので、まあ、そこまで全然多分詰めてはいない話ではありまして、そこが非常に交渉のポイントになってくる。でなおかつロシアへ納税をするということは、これロシアの主権を認めることにもなるわけですし、じゃあ共同経済活動をしている際に、もしこれがですね、何か事件とか事故に日本側のですね、関係者が巻き込まれた場合に、じゃあそれはどこの法に基づいてですね、処理をするのかということが、実は北方領土の主権はどこにあるかということに関連してくるわけですから、まあ、その辺のすごくシビアなですね、交渉が今後続いていくことになるわけなんですね。その記事の続きです。北方領土でのロシアへの納税はロシアの管轄権を認めることになりかねない。交渉の焦点の一つになる可能性がある。一方でシェラハエフ局長は、極東には先行発展地域という制度があると紹介し、こうした税制、規制面などの優遇措置が共同経済活動を後押しする可能性を指摘した。で昨年から運用が始まった TOR は北方領土でも近く創設される予定という。シェラバエフ氏は共同経済活動の一つである観光について、元島民だけでなく一般の日本国民や第三国の外国人に拡大するシナリオには言及を避けた。ただ漁業は世界トップの競争力があると自負、重点分野とする認識を示した。今回の合意はないよりもあった方がいい、象徴的だと評価。今後省庁間で法的側面を含む協議が行われることになれば、シェラハエフ氏は共同経済活動をできるだけ早く開始したいと表明し、積極的に取り組んでいく意向だ。まあ、特に医療支援なんかをですね、期待しているということであります。日露首脳会談では、共同経済活動の協議開始に関する文書で合意。日本側は日本の法的立場を害さないことが条件と説明するが、ウシャコフ大統領補佐官は北方領土はロシアの領土だと主張し、共同経済活動はロシアの法律に基づいて行われうるという立場を崩していない。
まあ、つまりこれロシアの法律について行われるということであれば、あのロシアの主権ということを前提としている話でありますから、逆にですね、うかつに共同経済活動を早く進めてしまおうということになってきますと、これロシア側のですね、主権を追認することになりまして、まあ、北方領土永遠に帰ってこないよという話になってくるわけですね。まあ、そのあたりのことをですね、どのくらいの方が理解をした上で、世論調査で6割が賛成という話になっているのかというと、まあ、ちょっとですね、心もとないというか、まあ、非常に危ういものを感じざるを得ないというのが現状ではないかと思います。では4ページ目をご覧ください。まあ、ポイントとしてはですね、まあ、いくつかポイントがありますけれども、まず一つ目のポイントとしてはですね、じゃあなぜこの日ロがここで、接近をしていくのかということですけれども、日本側のですね、解説によりますと、トランプさんが大統領にアメリカ大統領に決まりまして、でトランプさんと、まあ、ロシアプーチンさん結構関係が良いので、だから日本にとってですね、北方領土というお土産が返ってこなくなっちゃったんだ、タイミングが悪いんだみたいなですね、議論がですね、なされているわけですけれども、これ実は対アメリカということよりも、やはり中長期的な視野で見ていた場合にはですね、日本の対中戦略ですね、中国とどのように付き合っていくかということがに非常に大きな影響を及ぼしていきますので、まあ、このタイミングでのですね、日ロの接近ということになっているわけですね。まあ、ですから中長期的に日本が中国と対峙をするというためには、例えば日本と中国の間で尖閣諸島の領有問題なんかが今後激化した場合にですね、ロシア側が中国の立場を認めるなんていうことになると大変問題になってきますので、まあ、それを防ぐためにはですね、ロシアにも戦略的に中立を保たせていくということが重要になってきます。でロシアの側からしてもですね、ヨーロッパが非常にですね、低成長に陥っていますので、まあ、ヨーロッパとのですね、関係を強化するというよりは、やはり成長の余地のあるアジア、特に中国との関係を良くしたいというような、ことがですね、ロシア側の事情としてもあります。ですから、中国に、心置きなくですね、関係を築くためには日本のことも抑えておかなければいけないというようなロシア側の事情もあります。まあ、ですからこのタイミングでですね、日露首脳会談ということが行われていたということになってきます。まあ、ですから日本側から見ていけばですね、ロシアに戦略的中立を保たせるためにはやっぱり日露の一層の関係の緊密化が不可欠でありまして、まあ、今回はですね、この中国戦略ということ、ロシアの中立を保つということに至るプロセスの一環としてはですね、今回の首脳会談を評価できるというのが現状だと思います。ネットなんか見ているとですね、安倍総理売国奴だみたいな感じでですね、非常に反発の声が高いんですけれども、まあ、そういうなんか近視眼的な見方ではなくてですね、もう少し長期的な視野に立っていくと、まあ、こういう状況があるんだよということであります。それからじゃあ一番今回日本側でもですね、問題になっていました、北方領土問題についてはどうかというと、これは非常に問題があるということであります。実はですね、北方領土問題を解決する、まあ、解決できるとしても、これ基本的にベースとなるのが1956年のこれ鳩山政権下での日ソ共同宣言がベースになります。これは近代法の成り立ちとして法治国家としてですね、日ソ共同宣言をベースにしないとですね、法的一貫性が保てなくなりますので、まあ、当然の話なんですが、ただ日ソ共同宣言を読んでいくとですね、ここ引き渡しの対象は歯舞群島と色丹島のみとなるんですね。ですから、
国後島と択捉島の2島は帰ってこないということを前提にしないと、ロシア側が交渉に応じない可能性というのが非常に高いわけです。なおかつプーチン大統領2018年にですね、大統領選挙ありますから、まあ、それを前にですね、国内基盤を崩すようなことは絶対にしないであろうわけですから、まあ、これ日本側がですね、日本のメディアが何を根拠に北方領土帰ってくるぞみたいな議論をですね、していたのか私はさっぱりわからないところであります。というわけで、実はプーチン大統領もですね、マスコミ向けの記者会見で、2島の引き渡しを求めた日露共同宣言後に、ごめんなさい、ですね、日露じゃないですね、これ日ソ共同宣言の後に日本がアメリカから圧力を受けて、で4島一括返還に方針転換したんだということをですね、記者会見で言及しています。これあまり日本のマスコミでなぜか報道されていませんけれども、多分プーチンさんとしてはここが一番強調したかったポイントであるということで、まあ、あえてメディアに対してですね、会見で言及していたんだろうというふうに思います。まあ、ですから日本のメディアの最近質の低下が甚だしいんですけれども、事実と願望が混ざってしまっているというですね、なんか4歳児5歳児の発言家みたいなですね感じになってきておりまして、ちょっとこれなんか嘆かわしいのかなという感じですね。で、じゃあ歯舞群島と色丹島が戻ってくるとしてもですね、ロシア側の立場に立ってみればですね、これはここがですね、日米安全保障条約の適用外としなければロシア側は態度を硬化させるというのは、これ目に見える、当然目に見えている話ですね。アメリカ日米安全保障の条約 の適用対象にしてしまったらですね、これは在日アメリカ軍としてですね、歯舞群島と色丹島にアメリカ軍がですね駐留するのは、まあ、明らかなわけですから、そうなってくるとこれロシア側がわざわざ日本に返還する意味は全くないということになってきます。ということは、じゃあ歯舞群島、色丹島はどういう扱いになすロシアとしてはしてほしいのかというと、これ日本が主権もしくは施政権を持つと日米安全保障条約の対象になりますから、日本ロシア側としてはやっぱりですね、歯舞群島と色丹島は日本に主権を渡したくない、施政権を渡したくないということになってきますので、これはですね相当交渉としてはハードというかですね、見る限りですね、交渉の余地がないような気もですね、するような状況であるわけです。日本は2012年にですね、プーチンさんがですね、北方領土問題に関して引き分けであるという発言をしたのですね、根拠に戻ってくるみたいなですね、論調のとこを書き立てていたわけですけれども、まあこれは非常になぜこういう事実を抑えないでということを言っていくのかなというのが非常に疑問でありまして、でやはり共同記者会見でですね、プーチン大統領、平和条約締結後に歯舞群島と色丹島を引き渡すことになっている、ただしどのように引き渡すかについては明記されていないと発言をしまして、で、安全保障に関してもですね、ロシアが抱く懸念を考慮してほしいと発言をしていました。これはまさにこのことを指しているんですね。このあたりきちんと解説されているものが私は見る方になかったというのはちょっと非常に残念であります。まあ、ですからロシアの態度としてもですね、今回なんか戻ってくる、北方領土戻ってくるみたいな、ムードだったので、いきなり態度を硬化されたさせたみたいな日本のメディアの報道がありますけれども、まあ、ロシア側としては実は常に一貫していまして、日露間に領土問題は存在しないと、であるのは平和条約締結に関する問題だけだとずっと言い続けてきました。でそういうことでですね、今回も、プーチンさんずっとこの平和条約締結の条件としてですね、この日米安全保障条約の適用外にするという問題でというようなこととか、日ソ共同宣言をベースにして、国後、択捉の2島は帰ってこないという前提なんだよと散々ですね繰り返しているわけですから、
これは日本側が望むようなですね、プロセスにですね、そんなに簡単にいくということは当然思えないわけですね。まあ、それからですね、共同経済活動を行うということが、出てきたわけですけれども、やはりこれもですね、先ほどからお話をしている通り、法律上の問題というのは多数存在しています。納税の話は先ほどお話をしましたけれども、共同経済活動に参加する日本人がロシアの法に基づいて裁判にかけられるような事態が起きたとしますと、これは当然ロシアの主権というものを日本が認めることになります。そうなってきますと、日本の主権について譲歩しないことを示すということが必須になってきますが、果たして日本側にですね、このような交渉が可能かというと、ちょっとかなり厳しいのではないかと言わざるを得ません。で、今回決定事項の合意事項の中にですね、日露の外務防衛閣僚協議2プラス2を再開するということで合意をされていました。で、この2プラス2、2013年11月に1回開催されたんですが、それ以降開かれていなかったんですけれども、再開されればですね、日露の共通のですね、課題としまして、海難救助訓練とかテロ海賊対策での協力を再開させるという可能性が、浮上してくるわけですね。海難救助に関することはこれ人道的な問題でありますから、国民の合意は得られやすいとは思いますけれども、じゃあ日露が共同してテロ海賊対策を行うということになってきますと、今度はですね、やはり憲法との関連なんかも出てきますから、国民を果たして納得させられるのかどうか、国民を納得させることが必要なのかどうかも含めて、これもですね、きちんと議論をしていかなければいけないということで、来年以降もですね、非常に大きな課題になってくるのではないのかなというふうに思います。そんなこんなでですね、かなりのですね、困難を抱えているわけでありますけれども、で、この共同経済活動に関してはですね、特別な制度を作るんだなんていうことはですね、発言としては、いくつ、出てきていました。で、この特別な制度というのはやはりですね、北方領土に関するそれぞれの主権の主張というものを棚上げして、でビジネスだけができるようにしましょうという話であるわけなんですけれども、ただビジネスを行うということは当然税金の問題も出てきますし、税金があればですね、それをどこに払うのかという納付先の問題も出てきますし、あるいはですね、汚職の問題が出てくるとか、取引に関して不透明な点が出てきたりなんていうことになってくると、これ場合によっては刑事事件に発展する可能性もありますので、非常にですね、特別な、制度なんていうものですね、がすぐに出来上がるというのもなかなかですね、難しいということですね。で、ロシアを納得させるとすると、ロシア法をベースにした制度を考えるということになるわけですけれども、それをやれば日本国内の世論も、許さないだろうし、当然そんなことをすればアメリカも怒ってくるということになりますから、非常に難しいなという感じがしています。それから、じゃあ今後その交渉としてはどうなっていくかということは、最後にお話をするとしまして、実はこのですね、主権がどこにあるのかとか、納税の問題なんていうことになってきますと、下手にですね、ロシア側に譲歩をしてしまうと、これが平成の不平等条約みたいなことになりかねないわけであります。そうなってきますと、じゃあ私たちとしてはどうすべきかというと、まずは歴史から学んでみようということで、過去2のところを見てみます。いわゆる不平等条約ですけれども、これはよく言われるのがですね、領事裁判権 と、関税自主権が、領事裁判権が設定されていて、日本側の関税自主権がないというようなことが言われていました。
で、この、 不平等条約がですね、できてきた背景というのはいくつもあるわけですけれども、まず言われているのがですね、明治新政府がですね、江戸幕府の下で実務に当たっていたような、有能な実務家はですね、当然体制が変わっていますから、失ってしまっていたと。そうなってきますと、明治新政府にはですね、有能な交渉官がいないということで足元を見透かされていたという大前提があります。ですからこの場合、日本の場合はですね、日本側の交渉担当者に有能な人がいるのかどうかというと、ロシアというと外務省のいわゆるロシアスクールと言われる人たちは、鈴木宗男さんの事件でですね、かなりバッシングをされてですね、有能な人材というのはなかなかいないというような状況になってきていますから、まあ、これをどう取り戻していくのかというと、まあ、非常に大きな問題であるんですね。それからですね、実は条約改正というと条約の本文を直すというところばっかりに目がいってしまうんですけれども、実は条約の外側の部分でですね、外国の既得権益が増加をしていったという問題があります。これはですね、特に大きく分けて領事裁判権と事前協議の問題なんですけれども、まず領事裁判権というと、これ日本にいるですね、外国人が被告になった裁判というのは、当然被告の、国籍のある本国の方で行われると、本国の法律を適用して行われるということになっていまして、でこれはですね、基本的に人に対する犯罪について、まあ、領事裁判権を認めると列挙する形で、まあ、示されていたわけなんですけれども、まあ、これ結局はなんか当時の日本というのが、まあ、まだまだですね、明治維新達成できていない状況で、ある種野蛮なですね、国家に裁判を任せて困るんだというような、事情で導入されていったわけなんですけれども、個別のですね、行政規則というものに関しては、領事裁判権というものが明記されていたわけではないんですね。しかし、日本と不平等条約を結んだ側の海外、外国の側はですね、ここにも領事裁判権が適用されると主張していきました。つまり条約に明記をされていないのに、さまざまなですね、行政規則にもですね、領事裁判権が適用されるんだというふうに交渉で押し切られてしまったわけなんですね。ですから例えば人力車に乗るときには、何時以降に明かりをつけなくてはいけないみたいな、個別のそういう行政規則みたいなですね、ものに対してもですね、海外がですね、外国がですね、口を挟んでくると、で行政規定の制定権まで、外外が把握をしてくるというようなことになってしまいました。でしかもそれはですね、条約に明記をされていない事前協議という形で押し切られてしまいまして、行政規則を適用したかったら、じゃあうちの国とも事前協議をしろというような形に圧力がかかってくるんですね。で事前協議をすると当然諸外国にとってですね、不利なものは認められないというような状況になりまして、特にですね、日本側がですね、適用したかった、ものとしてはですね、領住の規制とかですね、つまり外国人が日本国内で、なんか気に入らないことがあると、銃を撃ってしまうとかいうのことを避けたかったということも、これも事前協議でそんなものを認められないということで、潰れてしまったりとかですね。あとは港に関する規則、これもですね、面白いんですけれども、外国人はですね、日本の港にゴミをたくさん捨てるので非常に困ると、ですからゴミを捨ててはならないという規則をですね、日本側が作ろうとしたところ、やはりこれも事前交渉で潰されてしまった。それからあとこれ重要なんですけれども、検疫の規則ですね、コレラとかの疫病がですね、海外から日本に入ってくると困るので、検疫の規則をですね、日本が作りたかったんですが、これも事前協議で潰されている。
それからですね、税関の取り締まり規則というのもこれ日本側は作ろうとしていたんですね。で例えば、日本の税関行政を強めるために、波止場以外からの上陸を禁じるというのはですね、細かい催促についてですね、作りたかったりしたんですけども、これも全部ですね、事前協議で、却下をされてしまう。というとですね、これ波止場以外からっていうのをいうことで、どんどん抜け道があって、抜け穴から上陸してしまえばですね、密輸し放題になっちゃいますから、とんでもないことであったんですが、これはまた事前協議で全部潰されていてしまった。ですから、よく日本史なんかでですね、条約改正というと、なんか海外と対等な国際条約を結ぶみたいなですね、なんか TPP みたいなイメージで語られることが非常に多いんですが、実は明治新政府にとっては条約改正というのはですね、こういう現実的な実務的な意味がありまして、特に海外の人たちと日常的に接触する人たちとしては、やっぱりこう条約が拡大適用されて、日本国内の規則を、行政規則にも口を挟まれてくるというようなことに非常に神経を尖らせていた。まあ、だからこそですね、条約改正を急いだという事情があります。まあ、ですからこれもですね、今回の問題で、共同経済活動をするということで、特別な制度を作ろうということで、事前協議が必要だということが入ってきますと、日本側がこういう行政規則みたいなのを作ろうにも作れなくなってくるという可能性が非常に高いんですね。で、実はこういうですね、行政規則にまで海外の外国が介入してくるということになりますと、これ実はアヘン戦争なんかの後に清がですね、結ばされてしまった不平等条約と内容的には非常に似て似通ってきています。もともと清の場合は条約で行政権を制限されているというようなことがありました。なので、実はこの日本もですね、この不平等条約の運用面で似たような扱いを受けていたということになるんですね。まあ、ですから条約改正としては、実は行政権の回復ということが非常に大きなテーマになっていたわけですね。で、特にですね、想定されていたのが、まず駐日公使なんかがですね、やりたい放題をしていたので、まずそれを何とかしたいと、でそれに対する行政権の回復をしたかったというようなことをですね、日本側はまずしたかったということですね。でそのためにですね、公使を飛び抜けて、交渉しなければいけないわけですから、岩倉使節団なんかがですね、直接海外に乗り込んでいくということになった。ですから交渉の主眼としては、行政権の回復ですから、実務的な交渉が必要であるということで、こういう非常な実務家としてのですね、岩倉使節団なんかが作らされていくということですね。でその方式としては、大体方針としては3つありまして、まずは西欧文明を、日本でも取り入れていって、日本を先進国として認めてもらうと、対等な国である、野蛮国ではないよということを認めてもらうということで、方向性としてはですね、非常に問題はありましたが、6名間作るということをやった。それからですね、2つ目の、方策としては、条約改正をするための国際的世論を下地を作っていくと。で外国の立場からすれば、この日本と結んだ不平等条約自体がまだまだ不十分で、例えばですね、今の TPP 交渉なんかを見てもですね、思い浮かぶ通り、トランプさんなんか TPP まだ不十分だから破棄して、もっとアメリカに有利なものをやれと言っているわけですけれども、日本
の、 あの明治の不平等条約も同じで、海外の側からすればですね、もっと搾取をしたいから、改正するんだったらもっと自国に有利な形で改正したいというようなものが出てくるわけですね。ですから下手に交渉力がない日本がですね、条約改正のテーブルに相手国をつかせたとしても、よりあの悲惨な内容の条約に改正されてしまう可能性があったわけですから、だ現にですね、内地旅行の許可制度というのが、後の条約改正で認められてしまったりなんてこともありましたので、やはりですね、国際世論としてこの不平等条約は解消しないと日本に失礼だよねみたいな世論、国際世論をですね、盛り上げていかなければいけないというようなことがありました。まあ、ですから、日本の方がですね、西洋文明を摂取する必要性を発信して、一生懸命ですね、国際世論を動かしていこうとしたわけなんですね。それから、明治維新直後の状況ですから、岩倉使節団なんかでですね、最高級のメンバーを揃えて海外に行ってしまったら、今度は国内の政治がストップしてしまうというような状況であったんですけれども、まずはやはりですね、直接海外に行って交渉しないと話は始まらないんだということで、まあ、岩倉使節団なんかが派遣をされていったということになっています。まあ、ですからここから学んでいくのであればですね、やっぱりあの日露交渉に関しても国際世論をなんとか高めていくとか、交渉のプロフェッショナルを、作っていくということであるとかですね、それからやはり国内をきちんと抑えてからですね、異論を封じ込めてからいかないとですね、いけないなということが見えてくるのかなというふうに思います。まあ、そしてですね、やはりあの非常に実務的な交渉というものをしていく、あの大きな成果というのは小さな成果を積み上げることでしか出来上がってきませんから、まあ、そこをですね、作り上げていくということが非常に重要になってきます。でじゃあ次のですね、日露交渉のポイントとしてどういうタイミングになるかというと、まあ、私はやはり2018年から2021年というのがタイミングとして大きなものなのかなというふうに、まあ、2017年の展望といいつつ2017年が飛ばされて、いるわけですけれども、これがですね、あのロシア側の事情と日本側の事情両方ありまして、まず日本側の事情でいくとですね、自民党の総裁の任期がですね、これ3期9年に延長するということがですね、提案されている状態です。で来年2017年の3月に自民党大会がありまして、でこの時にですね、任期の、延長ということが、まあ、成立をするのだろうと、思われるわけですけれども、そうなってきますとですね、次 の、 あの自民党総裁選が2018年の9月でありまして、まあ、現状ですね、自民党内にライバルというものが、目される人がいないわけで、安倍さんがですね、再選されれば、任期が2021年9月までに延長される可能性が出てきます。で一方ロシア側の事情でいくと、プーチン大統領は2018年に大統領選挙を控えています。でこれがまあ再選あのされればですね、2024年までの任期となりますので、安倍さんとプーチンさん双方が再選されれば、交渉期間としては2021年まであります。となってくるとですね、やはり2021年までというロングスパンで交渉をですね、していくということが必要であるわけなんですね。まあ、ですからまずはそのいわゆる信頼醸成ということも必要ですし、まあ、人的交流はですね、柔軟化して早期に柔軟化していくということが必要になってくるんだいうことでありますから、まあ、そうなってきますと元島民のビザなし渡航制度の改善拡充で合意をしたというのは今回それは非常に重要であったのかなというふうに思います。うん、となってきますと、まあ、成果がなかったとか、まあ、安倍さんが譲歩しすぎたみたいな批判というのはちょっとあの的外れでありますし、まあ、極端な楽観論にも極端な悲観論にも陥らずにですね、現状を分析をしていくということ、まあ、その
その上でしか、ね、展望というのは描けないのかなというのは、これ全てのですね、事象に関して当てはまるところではないかと思います。環境、教育、暮らし、健康、雇用、生活保障。